にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。そして向かう先はですね、成田空港です。本日はですね、成田空港の近くに、ホテルを取りまして、成田空港で夜ご飯を食べるという、なんとも贅沢な旅ですね。これ全国支援割なかったら間違いなくこんなことをしなかったですね。で、ここから約あと30分くらいで、本日宿泊のホテルに到着しますので、そこにまず車を置いてから、そこから無料のバスで成田空港を散策するというような流れを取りたいと思います。天気も良くて最高のドライブ日和ですね。残りのドライブ楽しみます。前回の旅もそうだったんですけど、今回の旅も、前々日ぐらいまで雨予報でした。梅雨時期ということもありまして、しかし見事に覆しましたよ。晴天と言っても過言ではない。なんで最近こんなついてんだろう。マジでラッキーだな。このままパチンコとか行った方がいいかも。到着しました。本日宿泊の成田アートホテルさんですね。車すげー止まってる。そしてこの辺りはホテルが大きくてたくさん建てられてていいね。ヒルトンも見えますし、ホテルマイステイズか、ヒルトンにマイステイズですね。ではここでバスを待ちます。いい雰囲気ですね、こういう大きなホテルは。しかも安いんですよ、すごく。ホテル広い。今日何かの会か何かが行われてるみたいで、結構人がいますけどね。広い、広いよ。綺麗だし広いよ。だいぶ時間を潰せてますね。バスが来るまであと20分ぐらいあるので、ソファーでゆっくりします。これこの規模、そしてこのクオリティのホテル、1人 4,5 千円で泊まれるのはオフシーズンの成田空港近辺だけなのかな。良すぎるぞこれ。ホテルに泊まるだけで楽しいですよ、きっと。バスが来ました。乗ります。こういうバスで移動するだけで、どこか飛行機で遠いところに来たみたいな感じになりますね。成田空港第一ターミナル着きました。飛行機に乗るわけではないのに、ワク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 してきました。そして今からですね、飛行機を見に行きます。その見に行く飛行機なんですけど、日本とハワイを結んでいる、飛行機で、フライングホヌというすごくレアなね、空飛ぶカメと言われているレアな飛行機が、もうちょいかな、あと30分ぐらいで到着するんじゃないかなという情報もありまして、見に行ってみます。もうこの辺なんて普通にショッピングモール歩いてる感覚と変わんないですね。実は私ですね、
結構昔にオーストラリアに2年ほど住んでまして、その時は成田空港かなりの頻度で、かなりの頻度でもないけど来てたんですけどね。で航空会社とかも結構詳しかったんですけどね、今もう全く詳しくない。到着ロビー、ここ出発か到着かな、ここよくあの U は何しに日本へで見るとこじゃないですか。いないかな今日は。確か私もですね、オーストラリアから帰ってきた時ここから出てきたはずですね。全然覚えてないけど、初めて使うんですけど、テッドチェンジという機械で、過去に海外に行った時に余ったお金をですね募金できるみたいなのでやってみてます。へー、ある程度歩き回ったので、飛行機を見に行きますか。国際線の出発チェックインカウンターですね。まさかこれは U は何しに日本へじゃないでしょうか。違うかな。この国際線出発ロビーでですね、さまざまな別れがあるわけですね。にしてもですね、空港を歩くの楽しいですね。羽田空港も久しく行ってないですけど、成田空港はそれよりも来てないから、これ1日入れるわ。あれよーく見たらですね、フライングホヌですね、お目当ての降りましたね。奥にオレンジ色の子もいました。すごい変わってるわ。ネット環境とかワーキングスペースが増えててだいぶ快適になってる。現在4階ですけれども、今から5階ですね、5階の展望ラウンジ行きます。展望デッキ来ました。そしてちょうどフライングホヌが離陸するのかな、これ。はい、逆光で俺見えないですけど、よかった、危な、ベストタイミング。飛んでった。というわけでですね、現在5階の展望フロアから飛行機を眺めているんですが、おそらくですね、私大興奮しすぎまして動画がだいぶ長くなっていると思いますので、この後はですね、空港でご飯を食べますので、まだまだここに滞在します。その様子はですね、後半に分けてですね、概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。それでは一旦失礼させていただきます。バイバーイ。 U は何しに日本へ、見つけた、マジで来てよかった。これ皆さんすごい
ごくおすすめですよ、マジで。チェックインしました。部屋広い、めちゃめちゃいいじゃないですか。ここ小さなテーブルと